立ち止まってます。あれどういうこと？みんなお稽古ね、応援してくれるんだって。あ、嬉しいわね。じゃあさ、せっかくだからゆしこちゃんもさ、なんかお絵かきしてくれる？そうね、描いてくわ。ここに描いて、大きく使っていいよ。あ、ありがとう。大丈夫？ここ邪魔じゃない？大丈夫よ。やるのに大丈夫？じゃあこういうやつとかやんでしょ。こういうやつとか、ここら辺、ここら辺、ここら辺、この辺だな、大丈夫。ここら辺で目いっぱい描いて、その後にみんなにちょっとご紹介するから、はい、うん、頑張る。はい、頑張って。ありがとう。ごめんなさい、おばあちゃんの前に。じゃあもう一歩半円を描く前にどうぞ。はい、バッチリ、バッチリ。バッチリね。よし、じゃあ初めましての方はいますか？お、お姉さんとお兄さん、じゃあちょっとご挨拶しますね。皆さんおはようございます私この喫茶ビクトリアで働いている七色薫と言います。私ね、子供の頃から歌手になるのが夢なんですけど、今度レコードの歌のオーディションを受けることが決まったんです。あ、そうなの？そうなの。知らなかったわ。あ、本当？あ、聞いてなかった。初めて言った、吉田ちゃんにも。あ、ちょっとドキドキしてきた。どうしようどうしようどうしよう。なんかちょっとドキドキしてるのよ。ちょっと緊張しすぎでしょ。あ、そうか。そうだから、いつもね、ここで音の練習しているんです。でも吉田ちゃんもいるし、こんなにたくさんの方が集まってくださったから、皆さんにも私の音のお稽古をお手伝いしてもらいたいんですけど、みんなよかったら一緒に盛り上げてくれますか？いい？あ、ありがとうございます。ありがとう。それじゃあちょっと寒いけど、みんな私の真似して手拍子で温まっててください。うん、前髪描いて、吉田ちゃんの絵が完成したら歌い出すわ。あ、いいよいいよ、かい、やっちゃってやっちゃって。本当に？あ、いいよ。うちへおいで、私のお家あなたにあげましょうかね。うちへおいで、私のお家あなたにあげましょうね。いつもここに甘いわいたか、たまらないハスマスカの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 、並んでくださってる方も聞いてくれてるので、ちょっと自己紹介しますね。私はそこの喫茶ビクトリアでお手伝いをしています、七色なぎさって言います。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。さっきのね、さっきこう話しかけてたピンクのお洋服を着た七色薫っていうんだけど、私のお姉ちゃんで、お姉ちゃんもそこのビクトリアでこう一緒に働いてて、住人のみんなから看板娘って言われているの。お姉ちゃんはね、歌がとっても上手だったでしょ。だからこう私もお姉ちゃんに負けないくらいこう歌を頑張って人気者になりたいなって思ってるの。それでね、こうどうやったら人気者になれるかなってずっと考えててね、さっき聞いたんだけどね、最近皆さんで流行ってるそうじゃない？ SLS とか SMS とか知ってますか？知ってる？その SLS に出れば私有名になれるかもしれないって聞いたの。合ってる？合ってますか？合ってます？あ、ほんま？じゃあ私今から頑張って歌って踊るから、その SLS っていうやつを持っている人は私のことをこう可愛く歌っていろんなところに広めてくれるかしら。どう？協力してくれる？あありがとうございます。ふにふに足明日
場にはよく詳しくないという方もいますかね。はい、
もうちょっと広くないとね。もうちょっと広くない。